下にいるのは30度ぐらい強くなれば誰が相手の金は取れるんじゃないかっていう、ルブランぐらい強ければ中国以外に絶対負けないって実力があればそれはどう取れるし、水谷さんのあの頃である。確か今の自分はどちらでもない、ルブランとリンに絶対勝てるって言えてない時点で銅メダリストの資格はないし、3人のワンチューチに絶対勝てるって言えない時点で金メダリストの資格は本当はないし、勝てないやつに勝てなくていいから勝てるやつに勝ちたい、今まで逆だったからこそ。やっぱでも人生っていつもあと一歩何か足りない。これを準備してきたものを発揮したって言うんだって思いました。今までの中で準備してきたものが出せましたは違うんだな、その一球一球試合前に想定した5、6のパターン、それが全部ハマった1ゲーム目、チキータしてからバックバックする、ちょっとミドルずらして3日バックに落ちとか、相手のチキータ狙うとか、こんなハマるんだっていう。もともとボールの質はやりやすいと思ってた選手なので、プラスで相手も多分ワンチューチが負けてるっていうナーバスな気持ちと、シンプルにオリンピックの準々決勝っていう舞台、少しは緊張してるのもありましたし、いろんなものが組み合わさった1ゲーム目でした。で、2ゲーム目9でギリギリ取ったことでもう貯金ないなって思いました。それで2ゲームまで5点とか取ったら、まあ、まだ逃げ切れる、 3-0 できるかな、 3-0 すれば残りの4ゲームで1ゲーム取ればいいやって思いましたけど、もう2点から9点か7点も取られてるんだって、やばいって思いました。もうやることはあんまりないな、まあ、まず相手がサーブを変えてきた、投げ上げ出してきた時点でこっちもちょっと戸惑いましたし、僕の最初のサーブもそこまで効かなくなったし、それは当然のことですけど、2から9までいくか、その9ゴールでギリギリ取った2点な、あっちが着替えに行ってる時に、トムさん 2-0 だからって気抜くなよって言われて、トムさん俺 3-0 の点ラブでも気抜かないですって言ったんですよ。それぐらい追い込まれてました。2-0 ぐらいじゃ油断しろって言われてもしないよっていう、油断する方が難しいよっていう気持ちでした、あの時は。全然まだ 2-0 だよみたいな、やっとラブオールぐらいでしょって思ったんです。もちろん 4-0 でいくかもっていう気持ちも多少どっかに置きつつ、まあでも3ゲーム目の出だしラブシーンですなって、ああ、まあ、こういうことだよねっていうのは、まあ、そこから急にフォアから YG 出してきて、フォアからマジなんて本当に見たことはまだまだなくて、それを0-2でできるんだ、0-2だからこそできたのかわからないですけど、あれはバックにチキータいけないので1球だけ無理していきましたけど、数セーブぐらい、まあ、ミドルかフォア行ってそれをカウンターするっていう戦術かなと。右は左の横取りづらいし、フォア前、左は右の横フォア前取りづらい、同じ金っていう、そういう左のサーブとして意図して出したのかな、まあ、あれで確かにチキータのコース限定されて無理して早いチキータでミスして、まんまと相手の作戦ハマっちゃったかなとかありました。まあ、あれも含めて実力だなって思います、ね、フォア前から出せる技術もそうだし、出せるメンタルもそうだし、やれって言われてできるっていうこともすごいし、引き出しの良さって言い方あんま好きじゃないですけど、実力です。なんか戦術動向というか、あれを持ってるファンジェンドンが一枚上手だったし、それができるファンジェンドンのメンタル、僕の中で1個の引き出しにいっぱい入ってるのが彼だった。ミサイさんたちみたいに引き出しの数が多いんじゃなくて、引き出しの1個の広さが広すぎる、僕たちより。まあ、中国の合宿がどういう合宿してるか分かんないですけど、こういう02の場面とか、03の場面、相手が思い切っている場面、東京の時の準決勝2試合とも43、2円中もオフィシャルとかも負けない、もう偶然にしてはできすぎる。ってことは偶然じゃない、そこまで想定して3-3まで想定してやってる、あの中国が3-3まで想定してる、勝てたら英雄、負けたら、まあ、中国だしっていう心が絶対にはどうかにある中で、そこら辺の覚悟の違いっていうのは、いつかこっちが負けちゃいけない、中国に負けたらやばいって思えるぐらいじゃないと大逆転されちゃうなって思いました。1ゲーム点1もできたら全くリスクを負ってない、ただただバック対バックで回り込みもしてないし、変に回り込んだら相手の作戦が待つかもしれないし、本当に終わってなんか足られば、じゃああの時戻れたらって思ったら相手も戻れるし、自分だけ負けた後の記憶を持ったまま戻るわけでもないし、相手も勝った後の反省を持ちながらその時に戻れるし、戻ってあのミスが得点になったかもしれないし、あの得点が失点になってるかもしれないし、足られば言ってもしょうがない、ミスも含めて全部出し切ったの、いいプレーもミスも含めて
出し切ったの。強いものは勝つんじゃなくて勝った方が強いんだっていう言葉がずっと自分的には引っかかって、結局強い方が勝つ可能性は高い。確かにたまには負けるけど、結局強い方が勝つと思うし、弱い方が勝つ方だと思う、誰も思わない。今回感じるのに思い知らされたなって思います。絶対に勝てるだろうって相手のレベル上がってきました。例えば今中国議会で絶対胸を張って勝てるって言えない相手で言えば、ルブランとペンとリエージ、この二人は自分が 100% 出しても勝てるかどうかわからないです。今でも結局3人リードの6ゲームの7ゲームもセブンオールから1本も取れなかったので、別に惜しいとはいえフルゲーム7なので、2-0 リード、3-2 リード以外は最後の完敗まではいかないですけど、まあ、実力の差に続けられたとは思うので、セブンオールからの1点って本当にあれだけ遠いのかって思いました。こんだけセブンオールまで簡単に7点取ってるのに、こっから1点も取れないんだっていうのはすごく思いました。特にセブンオールの追跡されて下回転バックドレ持ち合いするカウンターされた時点で、次も正直もう一回突き来ると思ってても何をすればいいか分からないんです。バックに突きが来るのに分かっても何をすればいいか分からない怖さって初めて体験しました。相手のレシーブが分かってるのに何をすればいいか分からない。マッチは普通のプレーして、こっちも普通のプレーをして突きしてきて、こっちはバックドレをストローク反対してきてブロックできなかった。あの1点で心を結構折れました。あの時にできる 100% の選択があれだったのかな。だからまあちょっと割り切れる部分もあるし、シンプルに自分の方が弱かったな。まあ、この大会に入る前の時点で格下だった時点で、この試合が今の自分にできる最大限で、もう負けたから勝ち合ってる時は勝てるかもって思いましたけど、ちょっとは負けた以上、なるようになってるのかなと思いました。今の自分じゃ勝ってもおかしくないし負けてもおかしくない、そういう現在地なのかなって思います。